みなさんこんにちは、青木美沙子です。今日は大阪、京都の3日間の食べ物 Vlog を撮ったのでお届けします。それではどうぞ。1日目の朝ごはんは新幹線の中で食べます。今回はロイヤルプリンセスアリスさんの撮影ということで、新幹線で大阪までまず行きます。ほんのり屋さんで買ったのが唐揚げと野菜、そしておにぎりを買いました。あと味噌汁もね買いました。おにぎりは筋子と鮭、ちょっと豪華なおにぎりを買ってみました。ちょっとすっぴんで失礼いたします。新幹線の中で食べます。新幹線では東京駅でよく買うんですけど、私はほんのり屋か焙煎をよく買っています。2時間半新幹線に乗って大阪に到着しました。ロイプリさんのお茶会にゲスト出演します。1日目のランチは大阪にあるカフェスリーチムニーズさんでサンドイッチをいただきました。お茶会会場でもあります。皆さんと一緒にご飯を食べます。このサンドイッチボリューミーでとっても美味しいんですけど、食べきれなくてもお持ち帰りすることができるので、ちょっとしたおやつとかにも食べれますよね。ポテトもたくさんついていて、サンドイッチは卵とハムっていう感じでとっても美味しいサンドイッチになっているので、ぜひ大阪にお住まいの方はスリーチムニーズさん行ってみてください。店内も、とってもクラシカルでアンティークな雰囲気なので、ロリータファッションとの相性もバッチリです。ロイヤルプリンセスアリスさんのお茶会でもよく利用されているカフェなので、皆さん馴染みがあるかなと思います。お茶会の様子はこんな感じです。皆さん可愛らしいロリータファッションを着ていて、すごく私も感服なんですけれども、今回ロイプリさんの新作をご紹介している様子です。新作もとっても可愛くて、私はピンクと赤の組み合わせが大好きなので、こちらの新作すごく可愛くて狙ってます。頭物もタレ耳ウサギのような感じの頭物になっていて、すごく可愛いですよね。これを着てテーマパークとか行きたいなと思っています。はい、こんな感じでモデルさんとのトークショーにしています。どうぞ。お茶会ではトークショーをしたりファッションショーをしたり、皆さんとねお話ししたりして、とっても楽しい時間を過ごしました。ありがとうございました。続いて夜は蕎麦吉に来ました。1日目の夜ご飯です。ロイプリさんのスタッフさんとモデルのミドチンと、あとエリーちゃん、カメラマンさんやアイトさんなどなどと皆さんで来ました。私は鴨のつけそばをいただきました。結構ボリューミーでとっても美味しかったんですけど、ミドチンに変なことをされてます。ということでいただきたいと思います。これつけ麺みたいな感じになってるんですけど、あったかいんですよ。なんか熱いって多分言ってます。鴨のねこう油が濃厚ですごく美味しかったです。寒い日だったのであったかいそばが食べたいなと思っていたので、とっても美味しかったです。続いて2日目です。ロイプリさんの撮影現場でケータリングをいただいています。朝ごはんとお昼ごはんはこちらのケータリングをいつもいただいています。唐揚げとかね、ローストビーフとか豪華なケータリングがあったり、フルーツとかサラダとかもたくさん用意していただいていていつも食べ過ぎてしまうんですけど、撮影の合間にちょこっとずつこうつまみながら撮影をしています。こんな感じで皆さんとお話ししながら楽しく撮影をしています。こちらがロイヤルプリンセスアリスさんの新作になります。ピンクと赤のね組み合わせが本当に可愛くて、絵のタッチも繊細ですごく可愛い新作になってました。私は本当にこの色合い大好きなのでめちゃくちゃ気になってます。
続いては黒っぽいコーデも撮影させていただきました。髪型もいろいろ変えたりして雰囲気を変えていろんな撮影をしています。続いてはモデルのエリーちゃんと一緒にカップルコーデです。この蝶々がすごくこうロイプリさんらしいデザインなんですけれども、ゴシックな雰囲気だと表情はちょっと可愛らしいというよりもかっこいい大人っぽい表情をしています。お洋服の雰囲気に合わせてポージングや表情などは変えています。ボンネットはやっぱり無敵アイテムですよね。こちらもとっても可愛い新作でした。そしてロイプリさんのスタジオにはルルーシュちゃんがいます。本当に可愛いモデル猫ちゃんです。まず左を下にして右を上にします、うん、はい、一回転させて、はい、結んで下のリボンを折ります。なるほど。上にします。ほう。そして下からくくると、あ、綺麗。縦結びにならず美しく、めっちゃ柄もぴったり、リボンが結べます。わー、ありがとうございます。完成です。続いて大阪から京都に移動して2日目の夜ご飯は京もつ亀八さんでいただきました。私実は恥ずかしながら京もつを初めていただきました。もつ鍋といえば九州のイメージがあったんですけど、白味噌を使った京もつ鍋というのが有名らしくって初めていただきました。もうすごいサイドメニューも本当に美味しくって、こちらもつ鍋になっています。白味噌なので少し甘めな感じで、九州のもつ鍋よりももうちょっとサダッとした感じ、さっぱりまではいかないんですけど、そんな風なイメージを持ちました。めちゃくちゃ美味しかったです。京都に行く機会があまりないんですけど、京都に来たらこちらのもつ鍋、京もつ鍋必ず食べに行きたいなって思うくらいとっても美味しいもつ鍋でした。すっごく寒い日だったので、京都も雪が降ったのかな、ちらついた日で、すごく温まりました。そして締めは麺をいただきました。麺もとってもツルツルで美味しかったです。もつ好きですね。こちら2名分になるんですけど、結構ボリュームで野菜もたくさん入っているので、寒い冬に京もつ鍋を食べるのはめちゃくちゃおすすめです。ぜひ皆さんも京都に行ったら京もつ鍋食べてみてください。とっても美味しかったです。続いて3日目の朝ごはんです。京都でいただくのはこちらのウニールさんというカフェで朝ごはんをいただきたいと思います。いろんなモーニングメニューがあったんですけど、私はこちらがカフェラテが美味しいということだったので、カフェラテもいただきつつ、目的はですね、このとろけるクロックマダムのモーニングセット、うん、こちらと、うん、こちらはもう洋食っていう感じのとろっと卵が美味しいパンになってます。これね、本当に半熟卵になってるので、卵がとろっとしてとっても美味しかったです。実はね、半分こしました。で、私が頼んだのが究極の卵焼き定食です。卵焼きすごくないですか。これ卵焼きになってるんですよ。お出汁がねとっても効いた卵焼きになっていて、下にねご飯が敷き詰められていて丼風になっています。こうふわふわとろとろの卵焼き、だしがめちゃくちゃ効いているので、それだけでも味が染みているんですけど、明太子とかあとはお醤油とかをつけていただきました。こんなにふわふわの卵焼き初めていただきました。ということでお友達と半分こしていただきました。今回大阪京都に行った時にお味噌汁を何回か飲む機会があったんですけど、やっぱり味噌が甘めな雰囲気がして、東京で食べる味噌とは違うなと思って、甘いお味噌もめちゃくちゃ美味しかったですし、こちらがお醤油になってます。お醤油のジュレ、泡醤油みたいな感じかな。
になっててなかなか焦点が合わないでやってます。こちらもねつけながらこの究極の卵焼き丼をいただいております。数にね限りがあるみたいなので、私たちが行った日ももう1個しかありませんって言われちゃって、この定食こちらは明太子になってます。これも焦点合わないっていう風にやってますね。日本人が好きそうだけど、明太子をつけながら食べたりとかして、だから結構早めに行った方がいいのかなと思いながら、人気なものになってます。じゃあうなぎもついてまして、豪華な朝ごはんをいただきました。やっぱり京都といえばおばんざいとかね、和食のイメージがあったりお出汁のイメージもあるので堪能できたと思います。朝から贅沢にいただきました。そして京都での撮影を終えまして上楽館さんにやってきました。こちらも風情があってロリータファッションにとっても合うお店になっています。京都に来たら必ず行きたいお店で久々にやってきました。店内もとっても可愛かったです。こちら洋梨のタルトをいただきました。あとはウインナーコーヒーをいただきました。もう雰囲気もとっても素敵で、ウインナーコーヒーはバラになっているこの生クリームを上に浮かべて飲むという、もう本当にロマンチックな空間になっておりました。こちらスプーンに生クリーム、バラの生クリームが置いてあって、それをコーヒーの上に浮かべて飲むっていう、もう本当にお姫様のような空間でした。生クリームもすごく濃厚で美味しかったです。はい、こんな感じで洋梨のタルトとコーヒー、ウインナーコーヒーをいただきました。店内もすっごく素敵でした。甘い。次回はね、アフタヌーンティーとかはいただきたいなと思うんですけど、アフタヌーンティーは予約制なのでちょっと予約することができてなかったので、こちらカフェ利用させていただいたんですけど、平日だったので待たずに入ることができました。休日だとね結構待つことも多いみたいで、席数もね少ないのですっごく素敵な空間で、いろいろ写真とかもね撮らせていただいたり、クッキー缶をお土産に買って帰りました。続いてですね、3日目の夜ご飯はポンタコさんにやってきました。こちらお通しが出ていてたこ焼きです。こちらはジュレをつけて食べるたこ焼き、すごいですよね。いろんなたこ焼きがあって、塩だったりとか明太子だったりとか、熱々のたこ焼きをいただきました。こちらが塩味のたこ焼きになってます。こちらがトマト、そしてアンチョビキャベツをいただきました。どれも本当に美味しかったです。2泊3日のみさこの食べ物 Vlog ありがとうございました。たくさん食べちゃいました。はい、ということで、まあ、撮影もあったりいろいろといっぱい名物のものも食べたりして楽しかったです。ということで私の食べ物 Vlog でした。ありがとうございました。